フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B はなんだ。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろ。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはここから見張ってた。おう、それじゃ作戦開始だ。ダメか、クソ。よし、ダメか、難しいな。違うか。もう少しだ。ダメか。よし。くそ。難しいな。もう少しだ。ダメか。よし。よし。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は買えたか？ああ、今買ったところだ。そうか。じゃあすぐこっちに来い。KJアートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。急いでそっちに向かう。それじゃ早速変装だ。ああ、よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。わかってるって。じゃあな。エアコンが故障されたそうで、修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件、受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか？実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか？
そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。怪しいな。なんだ。ん？おお、ちょ待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。うぅ、さば、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。
おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。ん？誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか？見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね。妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そんないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぜ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと？お前ら、生かして返すんやないで。違うか。よし、もう少しだ。難しいな。よし、もう少しだ。
少しだ。これでよし。こら死ねえ、ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。このドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが。すんません、ほんまにすんません。
加減にしろよ。いいから帰れって言ってんだよ。え、でも。あれ、カイトさん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。何やお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。
なんなんやお前は。カムロ町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんねえ。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ、久米の死体。怪しいな。ん？あんたに見せんのは酷だったかもな。けどこの写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあそれはわかった。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まずあんたはアムール前から逃げ出した後どこで何をしてた。敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか。動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は強霊会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホ抜かせ。応援は集めたで。アムールにも貸し込みかけたわ。あの晩アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店の中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールで羽村が久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんは羽村や。他におらんやろか。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、羽村の頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭
マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、カイトさんも今日は上がって。